のじりほうえいのじりほうえい、1885年11月15日から1977年10月30日は、日本の英文学者、随筆家、天文民族学者、早稲田大学文学部英文学科卒業、純惑星である、名王星の和訳命名者、古今東西の星座、星名を調べ上げたことから、和星、アレンとでも言うべき存在でもあった。特に、 星の和名の収集研究で知られる。日本各地の科学館やプラネタリウムで行われる、星座とその伝説の解説には、野尻の著作が引用されることが多い。若くして文学に興味を持ち、小泉役もに傾倒した。星の和名の収集を始めたのは40歳を過ぎてからであった。方英という画号は、早稲田大学文学部在学中、文芸師、 白百合に作品を掲載するにあたり前田臨海が、本郷行の一節、無限放映から考案し、岩の方名、相馬漁夫と相談して決めたものである。父正助は、江戸時代に、道成寺の山門の再建や、本堂の修復などを手掛けた宮大工、神武への子孫にあたり、開園三年五月二十七日、木の国日高郡藤井村で玄武の長男として生まれ、十九歳の、 時に、明治維新を経験して、狭いふるさとを出て、広い世界で活躍したいと、和歌山市の倉田塾に入り、その後日本郵船に入社、勤弁実直な人だった。末っに、作家のおさらぎ次郎。妻は、宗教家、教育者、言語学者として知られる、大島政権の三女、玲。大島の妻、すなわち、野尻の義母。 千代は日本に避けます付加事業を導入、推進したことで知られる伊藤和孝の妹にあたる。若い頃、中学生向け学習雑誌の編集をした。また、心霊現象に関する外国書籍の英訳等がある。天文学の啓蒙を熱心にするようになってからは、星に関連した民族学的な研究書、星の和名辞典、世界中の星座、星名、神話に関する。 紹介書、星座、星名、神話の一般向け、または学生向けの啓蒙書、天文外交家としてのエッセイ集、同公会情報誌等に分類される書籍の類を執筆した。そのため、著書、役所の数は非常に多い。ありがとうございます。